利用大哈打气。はい、どうも皆さんこんにちは、りょうたです。お元気にお過ごしでしょうか。今日はようやく髪の毛を切りに行ってきます。今ね、こんな髪型なんですけども、もうね、1ヶ月ぐらいで、ちょっとだいぶ変な髪型なんで、はい、お任せでいこうかな。一応要望はここ短めで、ここ短め、うん、で、色の境目があるんで、ここをどううまく処理してくれるかがちょっとゲームなんで、もう一回話していきます。よろしくお願いします。行ってきます。いってらっしゃい。レディゴー。今日連れてってくれるピース、いや楽しみ。サロンに着きました。こんな感じのね、では入っていきましょう。わーお。こんばんは。本日はサロン級世界タイトルマッチ12回戦の様子をお届けいたします。まずは選手の入場です。青コーナーチャレンジャー、日本からの資格、金髪ゴリラ、リオタハタチ。赤コーナーチャンピオン、スリランカの帝王、サロンセブンワン。おっと、両選手早くも先立っている。そんな中、開始のゴングが今鳴らされた。チャンピオン、チャレンジャーの周りを回りながら相手の様子を伺っている。おっと、ここで2人の距離が一気に縮まった。挨拶代わりの重たいジャブが入る。さすがチャンピオン、相手にペースを握らせない自分のボクシングを展開。ここでチャンピオン、切れ味抜群、カミソリフックがテンプル直撃。もみあげがハゲになったチャレンジャー、少しダメージを食らったか。左右からのカミソルフック、これは効いたか。おっと、ここでチャレンジャー反撃。この色の境目で困惑しているチャンピオン。しかしさすがはチャンピオン、この難問を難なくクリア。もうこれは完全にチャンピオンペース、いつものゲーム展開だ。チャレンジャーグロッキー寸前。おっと、チャレンジャー謎の動きで反撃を見せる。もうここはチャンピオン、自分のペースを乱さない。強い、チャンピオン強い。なすすべはないのか、チャレンジャー。おっと、ここでチャンピオンのドライアスマッシュが頬を直撃。チャンピオン最後の仕上げに入ったのか。どう調理するのか、どう KO させるのか、そんなことを楽しみながら切ってる様子がうかがえる。おっと、来た殿下の放送。あまり切れないバリカン、産毛を処理して気持ちいいはずが、なかなかこれは痛い。これは効いた、これは効いた。そしてチャンピオンのフィニッシュブロー、突きバサミストレート、これがまたなかなか切れない。ガシガシ言いながら調理していく。It sound right, boy. Thank you.
しい。Thank you。 いや悪くないんじゃない、これこの彼が切ってくれました。はい、これちょっとシーズン始まってからもう一回来ようかなと思ってます。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。Thank you。愛席食堂やん、やってること。愛席食堂こんなオープニングやです。